森鴎外作高瀬船。高瀬船は京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が遠島を申し渡されると、本人の親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこで糸まごいをすることを許された。それから罪人は高瀬船に乗せられて大阪へ回されることである。それを護送するのは京都町奉行の配下にいる同心で、この同心は罪人の親類のうちで主だった一人を大阪まで同船させることを許す慣例であった。これは神へ通ったことではないが、いわゆる多めに見るのであった、黙挙であった。当時遠島を申し渡された罪人はもちろん重い咎を犯したものと認められた人ではあるが、決して盗みをするために人を殺し火を放ったというような同悪な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬船に乗る罪人の過半は、いわゆる心得違いのために思わぬ咎を犯した人であった。ありふれた例を挙げてみれば、当時相対師といった上司を図って相手の女を殺して自分だけ生き残った男というような類である。そういう罪人を乗せて入り合いの鐘の鳴る頃に漕ぎ出された高瀬船は、黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ東へ走って鴨川を横切って下るのであった。この船の中で罪人とその親類の者とは夜通し身の上を語り合う。いつもいつも悔やんでも帰らぬ繰り言である。護送の役をする同心はそばでそれを聞いていて、罪人を出した親戚眷属の悲惨な境遇を細かに知ることができた。所詮町奉行所の知らせで表向きの公共を聞いたり、役所の机の上で口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である。同心を務める人にもいろいろの性質があるから、この時ただうるさいと思って耳を覆いたく思う冷淡な同心があるかと思えば、またしみじみと人の哀れを身に引き受けて役柄ゆえ景色には見せぬながら無言のうちに密かに胸を痛める同心もある。場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類と、特に心弱い涙もろい同心が裁量していくことになると、その同心は不覚の涙を禁じ得ぬのであった。そこで高瀬船の護送は町奉行所の同心仲間で不快な職務として嫌われていた。いつの頃であったか、多分江戸で白河落王侯が政兵を取っていた完成の頃ででもあっただろう。知恩院の桜が入り合いの鐘に散る春の夕べに、これまで類のない珍しい罪人が高瀬船に乗せられた。それは名を喜助といって30歳ばかりになる住所不定の男である。元より牢屋敷に呼び出されるような親類はないので、船にもただ一人で乗った。護送を命ぜられて一緒に船に乗り込んだ同心羽田正兵衛は、ただ喜助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていた。さて牢屋敷から桟橋まで連れてくる間、この痩せ獅子の色の青白い喜助の様子を見るに、いかにも神妙に、いかにもおとなしく、自分を馬公儀の役人として敬って、何事につけても逆らわぬようにしている。しかもそれが罪人の間に往々見受けるような恩順を装って牽制にこびる態度ではない。正兵衛は不思議に思った。そして船に乗ってからも単に役目の表で見張っているばかりでなく、絶えず喜助の挙動に細かい注意をしていた。その日は暮れ方から
風が止んで空一面を覆った薄い雲が月の輪郭をかすませ、ようよう近寄ってくる夏の暑さが両岸の土からも川床の土からももやになって立ち上るかと思われる夜であった。下京の町を離れて鴨川を横切った頃からは、辺りがひっそりとして、ただへさきに裂かれる水のささやきを聞くのみである。翌寝で寝ることは罪人にも許されているのに、喜助は横になろうともせず、雲の濃淡に従って光の増したり減じたりする月を仰いで黙っている。その顔は、その額は晴れやかで、目にはかすかな輝きがある。庄兵衛はまともには見ていぬが、始終喜助の顔から目を離さずにいる。そして不思議だ不思議だと心の内で繰り返している。それは喜助の顔が縦から見ても横から見てもいかにも楽しそうで、もし役人に対する気兼ねがなかったなら口笛を吹き始めるとか鼻歌を歌い出すとかしそうに思われたからである。庄兵衛は心の内に思った。これまでこの高瀬舟の裁量したことは幾度だか知れない。しかし乗せてゆく罪人はいつもほとんど同じように目も当てられぬ気の毒な様子をしていた。それにこの男はどうしたのだろう。遊山船にでも乗ったような顔をしている。罪は弟を殺したのだそうだが、よしやその弟が悪いやつで、それをどんな行きがかりになって殺したにせよ、人の情としていい心持ちはせぬはずである。この色の青い痩せ男が、その人の情というものが全く欠けているほどの世にもまれな悪人であろうか、どうもそうは思われない。ひょっと気でも狂ってるのではあるまいか。いやいや、それにしては何一つ辻褄の合わぬ言葉や挙動がない。この男はどうしたのだろう。庄兵衛がためには喜助の態度が考えれば考えるほどわからなくなるのである。しばらくして庄兵衛はこらえきれなくなって呼びかけた。喜助、お前何を思ってるのか。はい。言ってあたりを見回した喜助は、何事をかお役人に見とがめられたのではないかと気遣うらしく、居住まいを正して庄兵衛の景色を伺った。庄兵衛は自分が突然問いを発した動機を明かして、役目を離れた応対を求める言い訳をしなくてはならぬように感じた。そこでこう言った。いや、別に訳があって聞いたのではない。実はな、俺はさっきからお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ。俺はこれまでこの船で大勢の人を島へ送った。そりゃ随分いろいろな身の上の人だったが、どれもどれも島へ行くのを悲しがって、見送りに来て一緒に船に乗る親類の者と夜通し泣くに決まっていた。それにお前の様子を見ればどうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ。一体お前はどう思っているのだい。喜助はにっこり笑った。ご親切におっしゃってくだすってありがとうございます。なるほど、島へ行くということは他の人には悲しいことでございましょう。その心持ちは私にも思いやってみることができます。しかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地でこれまで私のいたして参ったような苦しみはどこへ参ってもなかろうと存じます。
お上のお慈悲で命を助けて島へやってくださいます。島はよしやつらいところでも鬼の住むところではございますまい。私はこれまでどこといって自分のいていいところというものがございませんでした。今度お上で島に色とおっしゃってくださいます。その色とおっしゃるところに落ち着いていることができますのがまず何よりもありがたいことでございます。それに私はこんなにか弱い体ではございますが、ついぞ病気をいたしたことはございませんから、島へ行ってからどんなつらい仕事をしたって体を痛めるようなことはあるまいと存じます。それから今度島へおやりくださるにつきまして200文の帳目をいただきました。それをここに持っております。こう言いかけて喜助は胸に手を当てた。円筒を仰せつけられる者には帳目200銅を使わすというのは当時の掟であった。喜助は言葉を継いだ。お恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませぬが、私は今日まで200文というお足をこうして懐に入れて持っていたことはございません。どこかで仕事に取り付きたいと思って仕事を訪ねて歩きまして、それが見つかり次第骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭はいつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませんなんだ。それも現金で物が買って食べられる時は私の工面のいい時で、大抵は借りたものを返してまた後を借りたのでございます。それがお牢に入ってからは仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでもお上に対してすまないことをいたしているようでなりません。それにお牢を出るときにこの200文をいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上のものを食べていてみますれば、この200文は私が使わずに持っていることができます。お足を自分のものにして持っているということは私にとってはこれが初めでございます。島へ行ってみますまではどんな仕事ができるか分かりませんが、私はこの200文を島でする仕事の元手にしようと楽しんでおります。こう言って喜助は口をつぐんだ。庄兵衛は、そうかいとは言ったが、聞くことごとにあまり意表に出たので、これもしばらく何も言うことができずに考え込んで黙っていた。庄兵衛はかれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を4人産ませている。それに老母が生きているので家は7人暮らしである。平生人には吝嗇と言われるほどの倹約な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか寝巻きしかこしらえぬくらいにしている。しかし不幸なことには妻をいい寝台の商人の家から迎えた。そこで女房は夫のもらう淵米で暮らしを立てて行こうとする善意はあるが、豊かな家に可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしていくことができない。ややもすれば月末になって勘定が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは夫が借財というものを毛虫のように嫌うからである。そういうことは所詮夫に知れずにはいない。庄兵衛はご節句だと言っては里方から物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから、
暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついてはいい顔はしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に折々波風の起こるのはこれが原因である。庄兵衛は今喜助の話を聞いて喜助の身の上を我が身の上に引き比べてみた。喜助は仕事をして給料を取っても右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな気の毒な境涯である。しかし一転して我が身の上を顧みれば彼と我との間に果たしてどれほどの差があるか。自分も神からもらう淵米を右から左へ人手に渡して暮らしているに過ぎぬではないか。彼と我との相違はいわばそろばんの桁が違っているだけで喜助のありがたがる200文に相当する貯蓄だにこっちはないのである。さて桁を違えて考えてみれば帳目200文をでも喜助がそれを貯蓄と見て喜んでいるのに無理はない。その心持ちはこっちから察してやることができる。しかしいかに桁を違えて考えてみても不思議なのは喜助の欲のないことたることを知っていることである。喜助は世間で仕事を見つけるのに苦しんだ。それを見つけさえすれば骨を惜しまずに働いてようよう口を塗りすることのできるだけで満足した。そこで牢に入ってからは今まで得がたかった職がほとんど天から授けられるように働かずに得られるのに驚いて生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。庄兵衛はいかに桁を違えて考えてみてもここに彼と我との間に大いなる見学のあることを知った。自分の淵米で立ててゆく暮らしは折々足らぬことがあるにしても大抵水筒が合っている手一杯の生活である。しかるにそこに満足を覚えたことはほとんどない。常は幸いとも不幸とも感じずに過ごしている。しかし心の奥にはこうして暮らしていてふいっとお役が御免になったらどうしよう大病にでもなったらどうしようという疑苦が潜んでいて折々妻が里方から金を取り出してきて穴埋めをしたことなどがわかるとこの疑苦が意識の敷居の上に頭をもたげてくるのである。一体この見覚はどうして生じてくるだろう。ただ上辺だけを見てそれは喜助には身に敬類がないのにこっちにはあるからだと言ってしまえばそれまでである。しかしそれは嘘である。よしや自分が独り者であったとしてもどうも喜助のような心持ちにはなられそうにない。この根底はもっと深いところにあるようだと庄兵衛は思った。庄兵衛はただ漠然と人の一生というようなことを思ってみた。人は身に病があるとこの病がなかったらと思う。その日その日の食がないと食ってゆかれたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと少しでも蓄えがあったらと思う。蓄えがあってもまたその蓄えがもっと多かったらと思う。格のごとくに先から先へと考えてみれば人はどこまで行って踏み止まることができるものやらわからない。それを今目の前で踏み止まって見せてくれるのがこの喜助だと庄兵衛は気がついた。庄兵衛は今更のように脅威の目を見張って喜助を見た。この時庄兵衛は空を仰いでいる喜助の頭から豪光が差すように思った。庄兵衛は喜助の顔を守りつつ、また、喜助さん、今度はさんと言ったが、これは十分の意識を持って故障証拠を改めたわけではない。
その声が我が口から出て我が耳に入るや否や、庄兵衛はこの庄子の不穏当なのに気がついたが、今さらすでに出た言葉を取り返すこともできなかった。はい、答えた喜助もさんと呼ばれたのを不審に思うらしく、恐る恐る庄兵衛の景色を伺った。庄兵衛は少し間の悪いのをこらえていった。いろいろなことを聞くようだが、お前が今度島へやられるのは人を殺めたからだということだ。俺についでにその訳を話して聞かせてくれぬか。喜助はひどく恐れ入った様子で、かしこまりましたと言って小声で話し出した。どうもとんだ心得違いで恐ろしいことをいたしまして、何とも申し上げようがございません。後で思ってみますと、どうしてあんなことができたかと自分ながら不思議でなりません。全く夢中でいたしましたのでございます。私は小さい時に二親が自役で亡くなりまして、弟と二人後に残りました。はじめはちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように町内の人たちがお恵みくださいますので、近所中の走り遣いなどをいたして飢え凍えもせずに育ちました。次第に大きくなりまして、職を探しますにもなるたけ二人が離れないようにいたして、一緒にいて助け合って働きました。去年の秋のことでございます。私は弟と一緒に西陣の織り場に入りまして、空引きということをいたすことになりました。そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。その頃私どもは北山の掘ったて小屋同様のところに寝起きをいたして、神谷川の橋を渡って織り場へ通っておりましたが、私が暮れてから食べ物などを買って帰ると弟は待ち受けていて、私を一人で稼がせてはすまないすまないと申しておりました。ある日いつものように何心なく帰ってみますと、弟は布団の上に突っ伏していまして、周りは血だらけなのでございます。私はびっくりいたして手に持っていた竹の皮包みや何かをそこへおっぽり出してそばへ行って、どうしたどうしたと申しました。すると弟は真っ青な顔の両方の方から顎へかけて血に染まったのを上げて私を見ましたが、ものを言うことができません。息をいたすたびに傷口でヒューヒューという音がいたすだけでございます。私にはどうも様子が分かりませんので、どうしたのだい、血を吐いたのかいと言ってそばへ寄ろうといたすと、弟は右の手を床について少し体を起こしました。左の手はしっかり顎の下のところを押さえていますが、その指の間から黒血の塊がはみ出しています。弟は目で私のそばへ寄るのを止めるようにして口を聞きました。ようようものが言えるようになったのでございます。すまない、どうぞ堪忍してくれ。どうせ治りそうにもない病気だから、早く死んで少しでも兄貴に楽がさせたいと思ったのだ。笛を切ったらすぐ死ねるだろうと思ったが、息がそこから漏れるだけで死ねない。深
を書くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった。歯はこぼれはしなかったようだ。これをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っている。ものを言うのが切なくていけない。どうぞ手を貸して抜いてくれというのでございます。弟が左の手を緩めるとそこからまた息が漏ります。私は何と言おうにも声が出ませんので黙って弟の喉の傷を覗いてみますと、何でも右の手にカミソリを持って横に笛を切ったが、それでは死にきれなかったのでそのままカミソリをえぐるように深く突っ込んだものと見えます。絵がやっと二寸ばかり傷口から出ています。私はそれだけのことを見てどうしようという思案もつかずに弟の顔を見ました。弟はじっと私を見つめています。私はやっとのことで待っててくれ、お医者を呼んでくるからと申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしましたが、また左の手で喉をしっかり押さえて、医者が何になる、あ、苦しい、早く抜いてくれ、頼む、というのでございます。私は途方に暮れたような心持ちになって、ただ弟の顔ばかり見ております。こんな時は不思議なもので、目がものを言います。弟の目は、早くしろ、早くしろと言って、さも恨めしそうに私を見ています。私の頭の中ではなんだかこう車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございましたが、弟の目は恐ろしい催促をやめません。それにその目の恨めしそうなのがだんだん険しくなってきて、とうとう敵の顔をでも睨むような肉々しい目になってしまいます。それを見ていて私はとうとうこれは弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました。私は仕方がない、抜いてやるぞと申しました。すると弟の目の色がカラリと変わって晴れやかにさも嬉しそうになりました。私は何でも一思いにしなくてはと思って膝をつくようにして体を前へ乗り出しました。弟はついていた右の手を離して今まで喉を押さえていた手の肘を床について横になりました。私はカミソリの柄をしっかり握ってずっと引きました。この時私の家から閉めておいた表口の戸を開けて近所のばあさんが入ってきました。留守の間弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように私の頼んでおいたばあさんなのでございます。もうだいぶうちの中が暗くなっていましたから私にはばあさんがどれだけのことを見たのだか分かりませんでしたが、ばあさんはああと言ったっきり表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました。私は
カミソリを抜くとき手早く抜こう、まっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたが、どうも抜いたときの手応えは、今まで切れていたかったところを切ったように思われました。歯が外の方へ向いていましたから、外の方が切れたのでございましょう。私はカミソリを握ったまま、ばあさんの入ってきてまた駆け出していったのをぼんやりして見ておりました。ばあさんが行ってしまってから気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。傷口からは大層な血が出ておりました。それから年寄り衆がおいでになって役場へ連れて行かれますまで、私はカミソリをそばに置いて目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます。少しうつむき加減になって庄兵衛の顔を下から見上げて話していた喜助はこう言ってしまって視線を膝の上に落とした。喜助の話はよく条理が立っている、ほとんど条理が立ちすぎていると言ってもいいくらいである。これは半年ほどの間当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと、役場で問われ町奉行所で調べられるその度ごとに注意に注意を加えてさらって見させられたのとのためである。庄兵衛はその場の様子を目の当たり見るような思いをして聞いていたが、これが果たして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが話を半分聞いた時から起こってきて、聞いてしまってもその疑いを解くことができなかった。弟はカミソリを抜いてくれたら死なれるだろうから抜いてくれと言った。それを抜いてやって死なせたのだ、殺したのだとは言われる。しかしそのままにしておいてもどうせ死ななくてはならぬ弟であったらしい。それが早く死にたいと言ったのは苦しさに耐えなかったからである。喜助はその苦を見ているに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか、殺したのは罪に相違ない、しかしそれが苦から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じてどうしても解けぬのである。庄兵衛の心の内にはいろいろに考えた見た末に、自分よりも上の者の判断に任すほかないという念、大取り手に従うほかないという念が生じた。庄兵衛はお奉行様の判断をそのまま自分の判断にしようと思ったのである。そうは思っても庄兵衛はまだどこやらに腑に落ちぬものが残っているので、なんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった。次第に老けてゆくおぼろよに沈黙の二人を乗せた高瀬船は黒い水の表を滑っていった。